みんながシーズン最初に集まってくれてトレーニングしてでキャンプを終えてでまあここで2週間また準備してで明日開幕を迎える。でもスタートで出れるのは11人申し訳ないけど12人出してあげることはできないし、13人、まあ、全員出してあげたいその気持ちはある。ただ11人しか出してあげられない。なので明日のスタートの人責任があるよ。一人一人責任を持ってプレーしてるし、出れない選手のそういうのを全部背負うぐらい感じでプレーしてほしい。で、メンバー例えば入る人メンバーから外れる人もちろん出てくるよ。毎試合出てくるけど俺はみんなのことを見てで俺がまあ決定してる。で多分不満もあると思う。まあまあもちろんあると思う。でもピッチでねそれをパワーに変えてほしい。でそういう競争の中からね自分でポジションをつかみ取ってほしい。俺は決してプレゼントで与えようと思ってない。ただみんながやってないわけじゃない。やってるからこそそういう競争があるからこそチーム力で上がっていくと思う。もう聞き飽きたぐらいだけどと思うけど、まあ、チームでね俺は戦っていきたい。ここにいる選手全員明日のゲームねそういう意味合いもすごくある一戦だと思う。チーム中戦っていきましょう。お疲れ様でした。せーの、お疲れ様でした。